曼荼羅と出会うインド人の僧般若三蔵からほんの数か月で梵語を学び習得した空海さん蒋隆寺の経過箇所を訪ねる時が来ました蒋隆寺の経過箇所はインド人の師匠福三蔵から 密教を引き継ぎました。空海が経過箇所のもとに訪れたとき、経過のもとには千人もの弟子が集まっていました。経過箇所と空海、運命の出会いです。経過は空海を一めに、後継者は彼空海だと悟りました。経過は空海を見て喜んで言いました。 なんと嬉しいことか。なんと素晴らしいことか。私はあなたが来るのを待っていました。私は寿命が尽きようとしている。密教の方を伝える後継者がいない。今すぐあなたに全てを伝えてしまおう。お供え物を用意しなさい。そして勘定団に入りなさい。あなたに密教を伝授します。 芸家歌唱のありがたい言葉に空海はお礼を言い、それから間もなく密教の伝授が始まりました。昭竜寺には密教の伝授の様子が得で残されています。二人の足元に置かれている水差しを注目してください。同じ大きさの水差しがあり、水差しの中の水を入れ替えるように そっくりそのまま密教が伝授されたという話です。まず、大日教の伝授が行われました。聖下は空海に大蔵曼荼羅の前に進みなさいと言いました。まず、曼荼とは、密教であがめる仏を配置したものです。2種類ある曼荼のうちの一つが大蔵曼荼です。大日に解かれている 仏の配置を描いていてます。目隠しをして花をマンダラの上に投げなさいと経歌は言いました空海は言われる通りに目隠しをしましたさあ花を投げなさいあなたの悟りへの道を守ごしてくれる仏の上に花は落ちます空海はマンダラに向かって花を投げました 花は曼荼羅の中央の大日如来の上に落ちました霊下花賞はそれを見て喜びました大日如来の上にそれはなんと不思議な大日如来は真羅万丈全宇宙の真理を表しています空海さんの悟りへの道を守護する仏は大日如来です 動くことになりました。空海さんの密教伝授は始まったばかりです。これからどうなるでしょう。続きはまた次回です。チャンネルドアノブがお送りしました。次回もまた見てくださいね。